屈辱的で惨めな毎日がずっと続く。ひとときも耐えられない。安楽死させてください。SNS 上に投稿された死を望む悲痛な声。4年前に亡くなった京都市に住む林由里さんのものです。林さんに頼まれて薬物を投与し殺害したとして2人の医師が逮捕起訴された事件。元医師の山本直樹被告の裁判は明日判決を迎えます。山本被告は林さんが亡くなったことについて自らの尊厳を達成したのだろうと話し、起訴内容を否認しました。亡くなった時林さんが患っていた病、 ALS 筋萎縮性側索硬化症。ALS とは全身の筋肉が徐々に動かなくなる国指定の難病。突然発症し、いまだに根本的な治療方法は見つかっていません。姿勢は大丈夫ですか？気持ち悪いとこは、大丈夫です。医師によって ALS 患者の命が奪われた前代未聞の事件。同じ病気で苦しむ患者の一人、増田秀明さんは、すべての裁判を傍聴しています。私たちは、生きられないという不安と、生きたくないという絶望と、死にたくはないという希望が、ごちゃ混ぜの中に置かれます。林由里さんの声は、私たちの問題です。亡くなった林さんは、本当に心から死を望んでいたのでしょうか。大阪堺市にある訪問看護施設地域ケアステーション八千代、 ALS をはじめ多くの難病患者の支援をしています。ショートステイじゃなくてレスパイトやったらあれやのにね、行けんのにね、もうショートやったらもう行かないと。管理者の西尾真理子さん、日本難病学会の認定看護師としてこれまで多くの ALS 患者と関わってきました。この日は ALS 患者4人の自宅を順番に訪問します。ALS の方4名ですね、朝から、療養通所介護の送り出しと、2人目は訪問入浴で、3人目は、ヘルパーさんの吸引指導で、4人目が、奥様のレスパイトも兼ねてということの訪問になってます。はい。診断からの平均余命が3年半と言われている ALS、 症状が進んでいくと風呂に入るなどのさまざまな動きが一人でできず介助が必要になってきます。意識や思考能力はあるものの体だけが動かなくなるのです。力加減大丈夫ですか？きますよ。あ、すごい、自分で立てるんだ。西尾さんに介助される A さん、およそ7年前に ALS と診断されました。奥さんいてはるときは注入したりしはるんですね。今逆に撮ってる。メジャーの奥さんに見せるよ。奥さんに見せるようでしょう。症状が進み、口で話すことが難しくなり、今はスマートフォンの音声機能を使って会話しています。2016年に ALS と言われました。情報がなくネットで調べるしかなかったので、調べるうちにショックでした。突然突きつけられた現実をなかなか受け入れることができなかった A さん。
子供も生まれたてなのと仕事もノリに乗ってたので、病気と診断された直後は意味がわからなかったですが、ネットで調べていくうちにどんどん不安にもなり、これから先どうなるんだろうと考えると、正直寝ている間に死んでも良いかなと思うこともありました。やっぱり進行が著名に出てきて、手足が本当に動きにくくなってきている時ですとか、本当に痰が詰まって息苦しくなってっていう時期ですとか、あらゆる場面においてもう呼吸器外してほしいとか、もう一層死にたいわっていうのはよく口にされます。多くの ALS 患者の声を聞いてきた西尾さん。しかし、その言葉の裏側に本質があると考えています。本当に死にたいじゃなくて、その言葉の裏には多分いっぱい意味があったと思うんですよね。京都の方も絶対に死にたいだけではなくて、その4文字にはものすごく裏にいっぱいあって、助けてほしかったり、横にいてほしかったり、本当に寂しかったりとか怖かったりとか、多分いろんな思いがあって、それで分かった、ほんだら殺してあげるっていう、なんかすごい安易すぎて、どうしてそうなったんだろうって思うんですよね。ALS 患者を支える人たちには一体何ができるのでしょうか。ひろしさんの髪が整えすぎてて、思わず見た瞬間もうね、眉もカットしたしね、ひげも剃ってあげたけど、ね、もうめっちゃ男前やからびっくりしましたよ。この日、特別な一日を迎えた患者さんがいます。中井博さん、 ALS と診断されてからおよそ4年が経ちました。この窓から見えるあのコンクリートしか見てないもの、本人景色言ったらね、うん、ベッドの上やからね、外の空気や自然を感じることができない博さん、大好きな海を見たい、この願いを叶えたいと、家族と看護スタッフで淡路島へ行くことになりました。今日逃したらまたいつ行けるか分かんないね。そうですね、行きますけどね、行きますけどね。体調を確認し、命をつなぐ呼吸器なども持ち運ばなくてはなりません。はい、行きます。ひろしさんを部屋から出すだけでも6人がかり、一苦労です。いい感じ、いい感じです。うん、いいよ。ちょっと違うでしょ。違う、99は86です。ちょっと高気味ですね。87。ちょっと脈多いかな、大丈夫かな。この人一人外出すのに今日すごかったでしょ。あんだけの人がの協力がないとお外に出れないから、せっかくセッティングしてくださったあれと、まあ、言葉はねどうか分かんないけど、これでもし熱が出て何かあってもこの人後悔しないんですよ。たとえ何があっても、ひろしさんの選択には強い思いがあります。1時間かけて到着した淡路島、子供の頃お父さんに連れてきてもらった思い出の場所です。喜んでる子供みたい。見える受ける。あ、なんかる船、うん、すごい雲一つないで、橋きれい ね大きいね。
これが見る価値ある？すごいね。どうやって作ったんやろうかと思うけど。死にたいって言われた時は、そうなんだね、そうやって思うんやねって言ってこう、まあ、飲み込んで、でも、まあ、とりあえずこれしましょうかとか言って、他のことに話をそらして、お散歩行きましょうかとか、あのちょっとマッサージしましょうかとか、ちょっとご本人の好きなことをさせてもらったりとかしてると、表情が揺らいできて、私のくだらない話でも笑ってくださるので、そうするとそこには死にたいはないんですよね。ひろしさんの海に行きたいという願いが叶いました。お肉食べれるかな？お肉。喉詰まった、吸引器ある？大丈夫ですよ。いける、よくね。どうですか、ここで食べるハンバーグ、おいしい、おいしい。病気になったことは、もしかしたら悔やんでるかもしれないけど、この一瞬、今が感動して、今が嬉しくて、今が楽しかったら幸せかなって。病気になって幸せなことはないけど、その中で幸せは見つけられるん違うかな。で、幸せかどうかは前も言ったけど、他人さんが決めるもんじゃなくて、私が決めることでもなくて、この人が感じることであれば。その辺ご主人はどう感じられてますか、今日来てみて。今日来てみてその辺ご主人どう感じられてますか。幸せって幸せ、本当よかったね、よかったね、よかった。最高？ありがたいね。難病を前に、生きるか死ぬかではなく、どう生きたいかを選択するひろしさん。ALS 患者一人一人の形がそこにはありました。中井さんの妻の晴美さん、当たり前のことが ALS 患者にとっては当たり前じゃない、このことに感謝しないといけない、太田さん、そういう話をされていました。はい、自分が嬉しいか不幸か悲しいか楽しいか、尊厳っていうのは自分が自分のことを決めるんですよね。で、ただ人間っていうのは一人で生きてるわけじゃない。どうしても人の発する言葉とか気持ち、人間っていうのは感情の波があって、心のひだがあって、はい、その第三者家族がこうやっぱり伝えるメッセージによって、それが不安になったり絶望になったり希望になるんですよね。だからやはりこの明日判決あるわけですけれども、はい、なぜこの二人の医師はその心のひだに触れることに肯定的なメッセージ、生きる希望のメッセージを与えて、この亡くなられた方にね、どうしてこれ希望っていう光を与えられなかったのかな、それは何だったんだろうなって私考えるんですね。非常にこの VTR 私も見てまして、ちょっと胸が詰まるんですけれども、やっぱり人間の尊厳というのは何なのかっていうことを一人一人が考える非常に重要な機会だと思いました。ありがとうございます。明日の判決、このニュースランナーでも詳しくお伝えしていきます。